はい、どうも、ひらめきラボの松丸と、あ、ちょっと、いすみです。今日の企画は何ですか？リニューアルした今、はい、YouTuber としてやってなかったことがあると思うんですよ。あ、何だと思いますか？バンジージャンプ。うん、じゃあここでやろう、それ。ワチが主導ね。行かないです、僕は。頑張ってー。大食いです。あ、はい。大食い。大食いをやりたいと思います。題して、謎解き大食いバトル。じゃあ、ルールを説明します。はい、よいしょ。今から問題を見せます。はい、問題を早解きしてください。はい、早く分かったらそのボタンを、早押しボタンを押して回答をしてください。はい、正解することができたら、うん、その答えを残りの2人に食べさせることができます。はい、うわー、なるほどね。1つの食べ物につき3分以内に全て完食をすればその食品クリアになります。うん、なるほどね。食えなかったら、食べられなくなったらその時点で即失格です。あー、結構厳しい。はいはいはい。もし1人が脱落して1対1になった場合、うん、だって2人ずつ分用意したからさ。そうね、まあもったいないよね。2倍食べれるよ、やったね。2個くるってこと？2個きます。え、2個で3杯くるわ。5分にします。あー、はい、まあ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 、まあ、白2杯くるよ。白2杯やばいね。まあまあやるからには負けない。でもまあ負けたらなんか罰ゲームあったらみんな本気なんじゃない。逆に今優勝者にくれる。あ、え、おお、あ、嬉しいね。なんですか？いや、それも勝ってから。なんですか？嬉しい。PS5 とかじゃない？やば。じゃあ、問題は全部で15問、うん、つまり15品あります。あー、じゃあ最大15品か。え、じゃあ全員15品食べれた場合は、まあまあ商品3人分あげます。おー、いいじゃん。え、頑張ろ。いやでも、ってことは1人だったら商品3人分が1人にくるってこと。あ、そうだよね。いえだってそうでしょ。ねえ、だってご飯は、ね、しょうがない。わかりました、そうしましょう。おー、した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 しましょう。わかりました。謎解いた人は食わないんだよね。謎解けちゃったら食べなくていい。オッケー、ってことは全問解けたら何も食わずに帰れる。はい、はい、そうです。そんなことがありえるか。ただ、うん、多分みんな解けちゃうすぎちゃうんで、うん、ちょっと手を加えています。おかしな問題だと。一枚謎ではあるんですけど、その出し方が若干おかしい。あ、なるほどね。OK。 じゃあなんか動いたりとか難しくなってるわけ。そうですね。というわけで皆さん準備よろしいでしょうか。 OK です。おい、じゃあ食べるぞ。いや食べないぞ。確かにそうだよ。あ、でも晩飯ぐらいは食べたいかな。あ、分かる分かる。適正カロリーぐらいね。そう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 。ちょっとだけ食って書いて。適正カロリー食べるぞ。おー、おー、どんな掛け声。早速ですが参りましょう。はい、待って待って、大食いの続きバトル記念すべき第1問、こちら。は？待って、は？みかん。正解。しゃあ。わあ、無理だ。今日無理だ。こういうやつね。見えない見えない。え、何が見えたの？音ゲーマーを舐めないでしょ。いや、今ぐらいのハイスピなら見える。確かにね、今ハイスピ8とか9ぐらい。8とか9ぐらい。伝わらない伝わらない伝わらない。多分ね、まだ完成していない食べ物はみたいな。あーね。成功。まだ完成していない果物。え、見えない見えない。俺今の見えなかった。ということで答えはみかん。はい、はい、やったー。まあ、もう楽勝。これは無理だ。というわけで3分間のタイマーがスタートします。おい、3つかよ、ふざけんなよ。はい、まだ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 。あ、まだ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 。はい、それでは3分間スタートします。よーい、スタート。みかんってね、こうやってね、こうやってね、するとね、美味しくなるんだよ。そんな流暢な暇ない。美味しくする余裕がある。いやでもさ、その1個だと思ったらさ、3個くんだね。これに関してはびっくりした。あ、待って、これダメだ、俺これきついわ。いやもう急いで急いで、もう1分経っちゃうよ。待って、もう早くない？酸っぱいのよ。頑張って頑張って。なんか動かせ。1人だけ平穏じゃないやつ言う。早くない？もうそれクライマックスのテンション。もう1分、残り1分です。大丈夫。はい、3つ目完食。ギリだね、でも2分20秒ぐらいだったよ。いった、あと20秒、20秒。そのさ、あ、まあでも入りましたね。はい、マッチ完食。いやでも私、口に含めばいいっていうのは、よかったね。それでは、はい、第2問参りますよ。はい、それでは行きましょう、第2問です。はい、どうぞ。ショットだ、シャッターだ、シャッターだ。うわー、そういうことね、そういうことね。卵、エッグ。正解です。
よくわかったな今の段階で。まともな解き方は、答えは3文字がひっくり返ってるので、ひっくり返って逆に、読んで、EGG ですね。はい、大文字で EGG ですね。はい、早すぎない？てかマジかわいそう。もう俺今日ダメだ、俺食うしかねえわ。2品目だね。はい、じゃあ2品目。でも卵ってそんなさ、卵ってそんなね、あ、1個だ、待って、生か茹でか、これはね、ちょっとね、わからないよ。これ茹でです、これ。あー、よかった。3分間で剥けるかみたいな話だ。そうだね、剥くのがあるからね。いやいや、全然。はい、よかった。茹でだね。茹でだ。はい、それでは行きましょう。3分間です。よーい、スタート。僕、卵ね、受験の時死ぬほど食ってた。へー、食事の時間もったいないって言って、うん、え、怖っ。そう、自分でゆで卵大量生産して、うん、参考書と、うん、ゆで卵を持って、うん、図書館に行った。へー、めちゃいい話を聞いたな、今。さ、小学生の時、うん、なんか卵を1日2個食ったら死ぬっていう迷信ずっと信じてて。ありませんでした？あった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 。あれ、どこ外れなんですかね。なんだっけ、まあ、未だに謎なんだけど、ね、なんかの値がオーバーするとかね。ありますよね、はい、何だったんだろうね。あるのあるの。あ、そうそう、なんか宗派があるんですよ。そう、市川市は2個だった、2個でアウトだった。はい、もう完食です。はい、おめでとうございます。はい、食べました。はい、完食おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それではいきます。第3問です。こちら、うわ、それ系、ちょっと待って、普通にむずい。え、待って待って、こんなアニメーション遅いやつあんの。え、砂糖。正解です。分からん。今僕分かった。分からん。なるほどね。分からん。こちら、言葉を、ローマ字に入れて、で、そうするとあのこの横棒の数だけの文字数になるので該当する部分だけ読む。で、すがるを SUGARU の R まで入るからシュガーなので答えは砂糖です。じゃあ、もちちゃんが持ってきてくれます。砂糖です。お待たせいたしました。あの、これふざけんな。シンプルに良かったな。これ、マジで言ってる。あのさ、コーラ持ってきて、じゃあ同じ砂糖だったら。これやばいよ。これやばいよ。いただきます。3分間ですよ、スタート。いやー、よかったー。あれ、シンプルに今糖質あんまり取りたくないからさ。あ、え、ってことはこれ水全部飲まなきゃいけなくなるけど、大丈夫？水全部、水飲む、飲む。おお、攻めます。一方で、私はもうワイルドどんどん決めていっている。甘っ。カブトムシの飲み物でしょ、もうこれ。はい、食べました。お、早い。しかも溶けてないし、甘い。これ溶け残ったら大変だよ。残り2分です。あ、でも羨ましいな。糖分補給したからさぞかし次から頭働くでしょねえ。カチー、煽りがうるせえ、煽りがうるせえ。はい、大丈夫か。おめでとうございます。早い。じゃあまだ、うん、料理とかだったらさ、うん、いいじゃない。そうよね、お腹をね、正しく満たせるじゃない、うん、違う、砂糖を3品目目に置く企画じゃ狂ってるよ。あね、ここでもう狂い出してきちゃった。多分疲れてるよ、この辺から。それでは行きましょう。第4問目です。問題はこちら。なんか見たことおっと、なんか繰り返すな。おい、繰り返すな。ゼリー。正解です。早いよ。はい、じゃあゼリーお願いします。いや、わかんない、ゼリーの大きさによるから。そう、何ゼリー、何ゼリー、ウィーダー。ウィーダーか、これ腹持ちいいんですよ。お腹満ちるやつ。あ、でも見て見て、10秒チャージって書いてある。じゃあ制限時間10秒にする。10秒でいける、これは。じゃあ10秒チャージですね。開けました。はい、いきますよ、よーい、スタート。あ、落ち終わり。早い。10秒じゃないとき、すげえ早いよ。ゆっくり待ってる。虚無、虚無。まるくん、おいしい？あのね、砂糖の後だから味がわかる。なんかね、下の上にまだなんかあるのよ、ザラザラしたの。え、ワッチ、やばいね。
やばいね。本当にフルコンプリートあるで。俺この企画向いてないわ。いやだってさ、マジで俺ゼリーのゼロしかないぞ。ゼリーのゼロ見えなかった。何やってたの？何やってたの？何やってたの？キレそう、キレそう、マジで。何やってたの？かわいそうでしょ。何やってたの？ちょっとトゲが立つな。そろそろ君の正解みたいな。いやそれはね、視聴者望んでるよ。そう、俺も望んでる。頑張って頑張るわ。このままだったらもう早めに死ぬで。早めに死ぬとね、我々辛いんですよ。そう、辛いから。だからここは協力しよう。何協力って？君じゃ分かっても答えるね。押さないですね。君は待って、待ってくれ。第これ5問目。はい、第5問目いきます。よーい、スタート。あー、出た。ない邪魔すぎる。おい、そこへ止まんじゃん。あー、やられた。押すやんけ。先に答えた、先に押したのは松丸。アイス。アイス正解です。よっしゃー。また糖分やんけ。ごめん、あのね、押さないつもりだったんだけど、ゼリーの後にアイス食いたくなかった。お前ら嫌いな。アイスだよ。こちらアイスでございます。えー、ちゃんとアイスじゃん。3分で食えるか心配になるやつ。これティラノサウルス邪魔だったな。ティラノサウルスがブンブン飛ぶなぞ。じゃあ行きましょう。3分間ですよ。スタート。いや実はこれ、あの僕別の敵があって、歯茎弱くってさ、近くカビ。そうそれがちょっとね怖いですね。マッチ。ごめんよ。ごめんな。え、ちょっと待って、これ普通にまずい。じゃ両方とも歯茎痛めてるのめっちゃ面白いの。今のまずいというのは、あの歯に染みてやばい。うん、おう。美味しいと思うんだよ。美味しい、美味しい。おう、痛い。いける、この調子なら。ここで脱落するような器じゃないだろ、マジ。なんねよ、いや。ゴー。あ、俺も応援して。エスミはなんか早いから、解くのが多分ここでなんかこうね、詰まっても大丈夫な気がする。頑張れ。分かるよ、君の辛さ分かる。頑張れ。ほら、あと1分しかない。うわー、痛え。歯も痛え、歯も痛え。かわいそう。なんか気になるよ。赤い。待って、アイスが赤い。ちょっとどこやった？唇病かな。マジで。残り50秒。あー、いた。お、お二人同時に完食。おめでとうございます。頑張った。おいは、うん、なんでこんな目の得になるんだろう。違うのよ、マッチが解けないじゃないんだよ。ここがね、解けてるだけなのよ。早いよね、僕らがね。はい、寒い。それでは、まだまだ第6問目です。はい、いきますよ。第6問目はこちら。そういう、見えてる。そう、シンプルに溶けてない。はい、いずみどうぞ。米正解。わー、コメントか。コメント、コメディ、コメカミでした。やばいよ、これは。やばいよ。困った時の神頼みだわ。お願いします。佐藤。お待たせしました。佐藤かな。いやー、ご飯です。佐藤だ。おかずをくれ。さあ、それでは行きましょう。3分間用意、スタート。なんで米だけで食わんといかんの。まあいいやけさ、最初全部見せてくれない。何言ってんの。俺だけさ、同時に出していいからさ、全部出てるやつちょうだい。何言ってんの。わかるでしょ、言ってんの。一人だけ LINE でポンって送って。そう、溶けないよ。普通にさ、やってさ、勝てるわけないのにさ、変なやつ加えたらさ、勝てるわけないじゃん、もう。あ、今のだって十分時間あったじゃん。あったよ。
マジ、はい、コメントが足りないぞ。米だけいいな。もうやめて。残り15秒。はい、松丸完食。ご、はい、完食です。素晴らしい。ナイスファイト。あのね、横を向いたらいっぱいの米を箸に乗せて口に含んだのを見て、うん、勇気をもらいました。何の勇気で。はい、というわけで6問終わりました。6問終わったか。え、待って、今何品食べた僕。2、4、6。君たち合わせたやつ俺に来てんだよ。それ1個もた、ね、答えられてないから、ね、答えてこう。うん、そう、私押してもないのよ。そう、じゃあそれではいきましょう。第7問です。はい、問題はこちら。お、シャッターだ。どう開く？横開きやな。イラストやだ。ああ、ワッチ、クッキー、正解。やったー、休ませてくれー。本当にタッチの差でしたが、めっちゃタッチだった今。若干ワッチの方が早かったね。ありがとうございます。はい、回文作るとクッキーキックになるので。クッキーキッククッキーでした。さあ、クッキーがどういうクッキーかですね。真ん中からシャッターを開かせる必要があったこちらです。お待たせいたしました。あれ、これはこれは青いやつかな。オーマイガー。さあ、行きましょう。多いな。3分間、用意スタート。アンビリバボー、いただきます。待って、おかしくないこれ。突然じゃない。いやー、しかさ、これ水分を奪われるね。パサパサするタイプ。あの、のんびりできねえな、これ。おいおい、やばいやばい、これやばい。10枚。いや、1枚18秒。1枚18秒ですです。それ考えるとめっちゃおもろいな。1枚18秒。1分20秒経過で、松丸さんが残り1枚。いすみがあと3枚。あ、松丸完食。あ、完食です。そんな早く食べなくていいのよ。めちゃくちゃ水分持ってかれてんのよ。どう、これ2本目だからね、これ。水飲まない方がいいよ、あんまり膨れちゃうよ。クッキーは水飲まなきゃ無理。いすみさん見て、水これだけすごいね。口から水分出てる。クッキー妖怪させながら食べたもん。はい、いすみ完食。いすみさんすごいよ、だってアイスの時、え、水飲んでないの。アイス、アイスは水じゃん。あー、もう分からん。とうとうワッチが1問答えることができました。やった。それでは参りましょう。第8問、こちら。何も見えんのよ。ソース。正解。え、待って、なんで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 。あー、バス、パス、ね、ソースで伸ばし棒をマイナスとしてみたんよ。あー、よく溶けたね。そしたら、そばになった。で、ソース食わすんって思いながら押した。どう、それではソースです。どういう。あー、うわうわ、特製のドレッシングに。うわ、出た出た出た。うわうわ、よかった。うわ、怖い怖い。ソースでこれが出てくる世界。それでは3分間ですよ。再スタート。待って、違う、心折れちゃった。ちょっと待って、つっ、違う、さっきのクッキーって。やばい、これは3分間やめるかやるかを考える人だ。ああ、泉さんはやるっていう。どう、泉さん。静かにして静かにしてくれと言ったこと。ちょっとさ、隣どうすんのこれ。隣どうすんの。
まだいいけどさ、2分あるからさ待って、これから戦地に向かうんですか？いろいろ思い返してる人だけど大丈夫？よし、お、すごい。あのね、噛む回数を極力少なくして、あのサーフィンするように飲み込むとあれごとね、そうソースごとサーフィンする、そうすると舌へのベロへのダメージが少ない。だって乗り切った、今までありがとうまだいけるって、ちょっと待ってよ、まだ戦えるって、ね、今までいっぱい失敗したけど、僕はあっちのこと大好きだったまだ戦えるって、戦うよ、だってまだ9問目でしょまだ8、あ、違う、戦えるって、いや本当、今までごめんな、いや、食べようって、ここで脱落しちゃあかんよ、いや、ダメよおう、待って、このソースって遅効性辛い、待って、あの、今ここサーフィンした残りがここに来てんだよそう、アフターデスソースって名前なんで、You kill me。 お、なんて、No! You not die! Please! 残り50秒。 Eat! 胃が口に入れなきゃいいから、ちょっ、え、ちょっと待って、待って、待ってバラちょっと待ってちょっと、え、どうしたらいいの、どうしたらいいの、これは食べてよ、あマイライフイズオーバーって、まだ食ってないよ、じゃあ食って死んで、死ぬなら食って死んで、死ぬなら食って死んで、いけ食うんだ、サーフィン場にしては、だそれ食ってすぐ水飲んで、サーフィン場に、え、これ何、氷レベルだと思う、そうで、早く水用意して、はい、あ、ああひっくり返ってやんの、集まる完食、イエーイ今のさ、せっかく言ってあげたのにさ、今下にダイブしたよね、ひっくり返ってやんの、デスソース君、今サーフィン乗れなかったよねあの、ワッチしばらく喋ってあの俺今喋るとね、あの、炎が出そう俺今ダルシム状態なのよ入れといてください。弱いよ。Your frame。本当に好きや。あれは本格的なやつや。どうしてくれんのこの状況。泣いてるの？それとも苦しいの？